前橋シネマハウスは、群馬県前橋市にある映画館。1987年開業の、前橋タートル声優を前身に、2009年、シネマ前橋として再開館するも、2011年より休館。2018年3月17日より玄関名に、改称し、再オープンした。群馬県庁舎から見た前橋市街地タアトル声優に、通っていたことがある。 清水隆監督1957年時点の群馬県には87の映画館があり、前橋市内には9館があった。1975年には声優前橋店が開店。1980年代にはセゾングループは映画事業に参入し、配給会社としてシネセゾンを設立したほか、各地の声優に映画館を併設した。 その流れで1987年には、前橋西部に前橋タートル声優が開館し、高崎映画祭立ち上げ人の一人である、長島理恵子などが運営を担当した。スーパー併設型映画館という立地から、ファミリー映画を中心にしながらも、レートショーなどを中心に、アート系作品も上映し、群馬県全域から観客を集めた。開業当時中学生だった映画監督、 清水隆もよく通っていたという。1991年秋のターミネーターにや1997年夏のもののけビメ、1997年末のタイタニックなどが人気を博した。1990年代後半になると、日本各地にシネマコンプレックス設立の動きが見られ、経営不振の声優はウォルマーとの参加に入った。2006年1月29日に、 リビン前橋展が閉館となった折に、前橋タトル声優も閉館し、前橋市から映画館が消滅した。最終公演は、ニューシネマパラダイスだった。19年間で、計870作品を上映している。前橋プラザ元気21往年の田中絹代2007年には、前橋駅南側の欅を多く前橋に旧スクリーンのユナイテッドシネマ前橋が開館している。 リビン前橋店の跡地は前橋市が取得しており2007年12月8日には前橋子ども図書館や群馬医療福祉大学などが入居する公共施設の前橋プラザ元気21が開館した前橋市による映画館の運営団体の公募の末に2008年1月には市民団体の前橋芸術週間が運営を委託された2009年12月4日に シネマ・マイ・バシが開館。上州をも舞台とする、中時旅日記公開、伊藤大輔監督を開館公演として上映した。シアター1は、名画座として、成瀬美希を、牧野正弘、溝野口健二、川島雄造、小津安二郎らの監督などの特集上映、田中絹代、高峰秀子、原節子らの女優の特集上映、アジア映画の特集上映などを行っていた。 シアター例はデジタルシネマ上映設備を導入し、東京国立近代美術館、フィルムセンター、群馬県、前橋市教育委員会、前橋子供図書館、前橋フィルムコミッションなどと連携した上映会を行ったり、地元出身監督や地域上映団体による上映会を行っていた。また映画上映以外に、オペラダンス、演劇などの舞台芸術、落語や、 コンサートなどのライブ映像上映、ミニコンサート、落語会、朗読会、一人芝居、講演会、シンポジウムワークショップなどを開催していた。開花でアーツ前橋の工事が開始された関係で、2011年12月4日の上映を最後に休館となった。2013年8月には期間、曜日限定で営業を再開し、アーツ前橋は2013年10月に、 完全開館している。公式サイトは延々とリニューアル準備中であり、映画上映を行っているかどうかは定かでなかった。2016年4月時点で、前橋市はシネマ前橋の映画上映施設の貸し出しを行っていたが、2018年、シネマ前橋や土地を一般財団法人前橋市町づくり校舎が買い取り、同年3月17日、前橋シネマハウスとして、 再オープン最初の番組は第89回アカデミー賞で話題となったララランドとムーンライト宮沢理恵主演の湯を沸かすほどの熱い愛であった。キャッチコピーは映画はもう一人の家族。2019年3月には同県藤岡市出身の元タレント岡本マリーゲガンの映画青の帰り道が上映され岡本本人が同月24日に 舞台挨拶を行った。二千二十年は新型コロナウイルスが全国的に感染拡大。国が発した緊急事態宣言により四月十五日から六月五日まで一ヶ月半ほど臨時休館した。一例として二千十七年に群馬県のローカルアイドルグループ赤木団や同県出身のシンガーソングライター羽田リサがシネマ前橋でライブを行っている。 ユナイテッドシネマ前橋は5月21日まで。ありがとうございます。